バランス栄養食というキャッチコピーでおなじみのカロリーメイト。手軽にカロリーと栄養が取れ、たくさんの人に愛されてきた食品だ。そんなカロリーメイトだけを1年間毎日食べ続けているという一致。その健康診断の結果はどうなっているのだろうか。毎日カロリーメイト飲み食った俺の健康診断結果がこちら。食事はカロリーメイト4本 ×3 食。1年前と比べて、体重マイナス 4.7kg 減。肝臓悪かったけど A まで回復。採血した結果問題なし。健康体になった。何ヶ月続けた？その食事。1年くらい。人付き合いの関係で普通の飯を食う時もたびたびあったが。何味？ほとんどチョコだわ。体重増えたのか減ったのかどっちだよ。減った。書き方悪かったごめん。1年それだけって嘘でしょ？生きれるの？食事の楽しみはなくなるかもね。何きっかけで始めたん？自分の体で人体実験したって。好奇心やね。クレイジーだな、食費相当浮いたでしょ。相当浮くぞ。毎食カップ麺食ってた時期もあって、そっちの方が食費安かったけど体壊したわ。カロリーメイトってカロリー高くない？そうでもないぞ。俺は1日12本だから計1200カロリーで、成人男性の基礎代謝量よりも低い。だから痩せんだね。味によって違いはあるが、カロリーメイトの1本あたりのカロリーは約100キロカロリーである。完食なし？飲み物は自由？飲み物自由だけど基本水とお茶、炭酸嫌い。絶対嘘だろ、飽きるやん。飽きるよそうや。だから無理やり水で流し込むんだよ。他の味をローテーションすればもっと良さそう。自分は朝に黒文字以外の4種類をローテーションしてる。ロングライフっていう非常食用のカロリーメイトもあるから買ってみ。味は忘れた。ロングライフは従来のカロリーメイトよりも長期保存が可能な備蓄用のカロリーメイトである。カロリーメイトは賞味期限1年なのに対し、ロングライフは3年だ。1本あたりのカロリーは変わらず、味や食感も変わらないようだ。空腹感と糖尿やばいんじゃね。並んだろ、カロリー少ないから。糖質 40g あるからなるかもね。空腹感は飲み物で腹膨れるからそこまで気になんない。でも糖尿はやばそう。12本だと糖質 120g、脂質 67g、タンパク質 26g、食物繊維 6g。糖尿どころか低血糖になるんじゃねこれ。ちなみに1日の糖分摂取の目安ってどれくらいなの？横レスだが厚生省の基準20代成人男性生活強度普通で2650カロリー。その標準糖質摂取量は 50%60% で1325カロリー。糖質 1g イコール4カロリー。なので 331g から約 400g。 ありがとう。ってことは糖尿の心配は全然なさそうだな。健康になるなら俺もカロリーメイトに変えようかな。野菜も取れば完璧じゃん。あとビタミンとタンパク質、ついでに乳製品も。金かかるな。1日600円くらいだぞ。もちろん店舗によって違うが、カロリーメイトは一般的には4本入りのものが216円である。カロリーメイト好きだけど1年はきっついな。空腹よく耐えれるな。慣れれば全然気にならない。1年間カロリーメイトとか刑務所より質素だろ。わろた。よくチョコでいけたな。俺はいろんな味ローテーションしてたがすぐ飽きてフルーツだけになったわ。これマジで痩せるな。でも体脂肪率はなかなか減らない不思議。タンパク質がな、元が何キロか知らんけどその程度の体重減で済んでるのがすごい。痩せにくく太りやすい体質だからかな。痩せたんじゃなくてやつれたんじゃ。カロリーメイトだけの食事ではさすがに健康に悪そうだが、一致は健康体になったというから驚きだ。だが反対に1ヶ月ほどでギブアップする人もいるようだ。基本カロリーメイトと野菜ジュースだけで1ヶ月生きてるわい。もう限界。肉をクレメンス。チキンサラダ買ってこい。通販だけで済ませたいわ。サラダチキン通販で買うとクソ高いし。冷凍すればいいじゃない。すまん、解凍する設備ないんや。冷蔵庫から出してそのままかじりたい。1食あたりの量によっては自炊した方が安くね。なんでそんなことになってんだ。そっちの方が金かかると思うが。パッパに軟禁されてる。警察呼んだ方が良くない？ワイニートやし。カロリーメイトってカロリー取れるだけで腹にたまらんやろ。せやね。プロテイン買ったら？ゆで卵食っとけ。缶詰やソーセージ。コンビーフとサバ缶シーチキン買えばいいのでは？サバ缶を食え。サバ缶ええな。ワイはプロテイン、タンパク質と白米炭水化物だけで生きてたら栄養失調になったぜ。今度からサプリも足すわ。ワイ欲しいもで生活してる。理論上は家にあるミールリプレイスメントと MVM サプリだけで栄養価は十分で健康に生きていけるはずなんやけど、さすがに実行する気は出ないわ。カロリーメイトって小さくてコスパ最悪じゃね？カロリーメイトとか1箱200円くらいするやんけ。コスパ悪いやろ。カロリーメイトって糖質しか取れないやん。野菜ジュースって保存料が入ってるから飲めば飲むほど不健康になる。保存料は置いといて野菜ジュースも糖質が一番多いからな。糖尿病になるわ。スレミンの言う通り、野菜ジュースは意外と糖質が多い。砂糖不使用の 100% 野菜ジュースであっても、糖質はかなり高いことに注意だ。
ジュースに入ってる砂糖の量やばいから日本で水が流行るといいね。これマジ？売春だわ。野菜ジュースっていうほど栄養取れないらしいな。アマゾンで冷凍食品のハンバーグとかあるやん。今の野菜ジュース砂糖不使用とか書いてるけど、それでもダメなんか。ダメやろ。甘くて飲みやすいってことは糖分多い野菜をたくさん使ってるってことやし。ジュースなんてどれもこれも糖質の山やからセーブせなあかんわ。野菜ジュースは糖尿になりそう。楽だからカロリーメイトだけ食ってた時期があったけど一瞬で便秘になったわ。味はいいんだけど便秘が困るわ。カロリーメイトうまいけど毎食だと拷問やろか。それ生きてるって言えるんか。完全栄養食とはいえ、カロリーメイトだけでは不足する栄養はもちろんあるだろう。肉を食べたいという欲求は、一致の体が SOS を発しているのではないかと心配だ。次に紹介するのは、カロリーメイトが好きでたまらないという一致のスレ。その悪なき欲求はとどまるところを知らない。嫁またカロリーメイト食べたでしょ、僕ごめんなさい。嫁なんで食べちゃダメって言ってるのに食べるの？あれは非常食なんだよ。僕ごめんなさい。カロリーメイト好きだから我慢できないんだよ。嫁今地震起きたらどうするの？食べるものないよ。僕ごめんね、カロリーメイトは、あると我慢できないから、今度は乾パンとか買ってきて。嫁我慢できないじゃないの、大人なんだから我慢するの。ってことがあったんだけど、これ僕が悪いの？うん？これは一致が明らかに悪いだろう。ちなみにフルーツ味な。フルーツ味が最強。ついでメープル。フルーツとゼリータイプのアップルはゲロ。チョコ味クソまずい。フルーツ味なら食べても仕方ない。すげえうまそうなんだけど、実際食べるとパサパサでそれほど美味しくない。僕は玄米ブラン。これ。どんな環境で育ったらあんなのが好物になるんだ。あれってすぐ腹が減る。チーズ一択の重さはおらぬかおらぬのか。俺はチーズが一番好きだぜ。おやつ用のカロリーメイト自分で買っとけよ。実はチョコ味しか食べたことないんだけど、他は何味が美味しいんだ。チョコが至高だから他は食べなくてよいよ。ポテト、今あるのか知らんが。カロリーメイトの好きな味についてのあるアンケートでは、チョコ味が圧倒的に人気だったという結果が出ている。ちなみに、ポテト味は2007年に発売されたが、2014年に残念ながら終売している。メープルは最強。俺の嫁さんも姉さん女房で8つ上だけど何かお母さんみたい。姉さん女房じゃないよ。嫁は4つ下だよ。ちなみに賞味期限はあとどんぐらいだったの？近いんだったら賞味期限切れそうだったで言い訳できるよ。見てないけど嫁が10箱パックを買ってきたのが1ヶ月前だから、賞味期限まではまだまだ先があった。というか何買ってきても一致はなんだかんだ食べそう。買い置きしてあるの食べないで自分で買ってきてくれ。これ、もしくは食べたら買い足す。それをしないから怒られる。衝動を自制できないのによく結婚できたな。家族に苦労かけるなよ。食い物だけだよ我慢できないのは。僕だっていい年して食べるの我慢できないのはおかしいってわかってるよ。でも実際問題として我慢できないんだから、我慢できないことを前提として織り込んで、対策を立てるべきなんじゃないの？ただ我慢しろというだけでは発展的な話し合いはできないよ。くっそまずい非常食なんて非常の時でも食べたくないだろ。無理なく食えるものにしてるのにお前は我慢できずに食う。非常食だから隠すのもダメ。お前が我慢すればいいだけの話。乾パン別に嫌いではないけど、どうせおやつ代わりにポリポリ食べるんだろ。それかコンペイトーのみ食べる。増税前に買いだめしておいたんだろうに。食べたい時に自分で買ってそれを食べればいいだけだろ。嫁さんが全部悪いとも思わんし、夫婦間でのことなんかそれぞれだから一概には言えないけど、非常時にないと困るのは家族だぞ。我慢くらいしようよ。それか自分で自分用のカロリーメイト買っとけ。我慢できないほど好きなものであっても、さすがに非常食用を食べるのはいかがなものか。ただ、それほどカロリーメイトが好きな人もいるのは、カロリーメイトの美味しさの裏付けなのかもしれない。しかし、カロリーメイトの食感について、秀逸な例えをしているスレを見つけたので紹介する。カロリーメイトとかいう棒状に圧縮した砂漠わら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 。チーズとフルーツは許す。スレ体でわろた。わろた。確かにカロリーメイトを食べると、口の中の水分がどんどん吸収されていっているような気がする。砂漠とはうまい例えだ。砂漠よりはうまいぞ。チーズが一番うまい。チーズとかデブの匂いじゃん。チョコが一番だろ。メープルな。ポテトとベジタブル。長い歴史の中で、ファンを多く獲得しているカロリーメイト。近年では置き換えダイエットに最適という説もあり、これからもずっと愛される食品だろう。今まで食べたことのない人がいれば、買ってみるのをおすすめする。ただ、極端な食生活にするのは、もちろんやめておいた方が賢明だ。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、何味のカロリーメイトが好きですか？よろしければご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。